4コーナーにかかります。前は11番パンサラッサ、6番タイトルホルダー並びかける。4コーナーから直線、タイトルホルダー先頭に変わった。リードを体半分で1馬身取った。スタートしました。早いスタート。6番タイトルホルダーもう押しています。横山和生は余裕なし。これに10番ヒシーガースがついていって、11番パンサラッサ勢いついた、前へと迫ります。10番のヒシーガース一旦引きました。17番ギベオン、9番マイネルファンロン、4番エフフォーリア中段インコース、さらには7番デアリングタクト。各は1コーナー回っていきます。2馬身後ろの3番手、内2番アフリカンゴールド、外に15番のディープボンドで向こう正面、3馬身開いて12番のウィンマリリンです。中段10番のヒシーグアスが行って、17番ギベオン、 1000m は57秒6。 3、4コーナー中間、
前は11番のパンサラッサ、リード2馬身半ほど、2番手6番のタイトルホルダー、3番手15番ディープボンド、今日も和田龍二は早くから手綱を動かして3番手、その後12番ウィンマリリン4番手、その後マイネルファンロン、ウチアフリカンゴールド、間から10番シーガース、4コーナーにかかります。前は11番パンサラッサ、6番タイトルホルダー並びかける、4コーナーから直線、タイトルホルダー先頭に変わった、リードを体半分1馬身取った、2番手パンサラッサ、ディープボンド間をさばいて、12番のウィンマリリン、10番ヒシーガース、9番マイネルファンロン、外からデアリングタクトが忍び寄る、150の地点で先頭は6番タイトルホルダー、リードは3馬身、ヒシーガースが詰め寄る、3番手ディープボンドにデアリングタクト、先頭は6番タイトルホルダー、空前絶後の阪神三冠ゴールイン、やりました。6番タイトルホルダー、またも阪神の王者。次は